エドム・ジャンピガルは、フランスの画家、版画家である。風刺画を描いたことで知られる。パリで生まれた。アントワーヌ・ジャングロの学生になり、1827年から1870年の間、サロンド・パリに何度か出展したが、多くの風刺画を描いたことで主に知られている。1838年以降は、風刺画の制作の他に、 宗教画や歴史画を描くようになったが、リトグラフとして残された人間の行動の機微をついた風刺画作品の評価が高い。晩年はヨンヌ県のサンスで高校の美術教師をした。アメリカの研究家、ベアトリス・ファーウェルの著書に取り上げられ、ピガルは1820年代から1830年代後半にかけて彼の時代の習慣や社会階級を風刺した。 数多くのリトグラフを制作して、ブルジョアジーの偽善と労働者階級の下品さを嘲笑した。彼の好きな主題は、パリのフロージや使用人、労働者、老人であった。ピガルの風刺画は、同時代のフランスの風刺画家、オノレ・ド・ミエや、ポール・ガバルニの作品に比べて、政治批判や社会批判の要素が少なくイギリスの風刺画に近い味わいがあり、イギリスで好まれとされ、 英語のキャプションをつけてイギリスでも出版された。ありがとうございます。